これは。おーい、僕が見えますか？こっちです。無教は来てくれたんですね。思考の回廊へようこそ。ここは一時的な中継ステーションなので、滞在中に不便をかけてしまってすみません。無境内のホテルレバリ。もう無境パスポートで読んだかもしれませんが、黄金の時はピノコニーの十二無境の一つで、対応する時間は真夜中。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。メモ？ああ、僕の不注意です。向こうの門を通り抜けるだけで、お。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるんだ。楽しみだな。ここは無境だから。こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。大丈夫、力を抜いて、すぐに終わるから。吸って吐いて。これで無境を完全に掌握したわ。あなたの精神状態を少しだけ調整して。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう、ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが。お褒めの言葉ありがとうございます。ガーデンオブリコレクションのメモキーパーを除いて、普通の人間が奥質を思い通りに操ることは難しいのですが。あ、これは失礼。またしょ。気にしないで。無境ショップ見に行ってみようかな。すごく賑やか。こんなにたくさんの人が無境の中で暮らしてるんだ。